何ですか今日は。ね、今日なんか珍しい始まりですけれども、ね、まあ、2022年も、まあ、そろそろ終わりということでね、今回太田上田と忘年会がしたいと。え、忘年会、忘年会、うん、という方が毎年やってるけどね、忘年会ね。なんかもうすでに集まってんだって。そんなに大勢の人がどれくらい集まってんのか分かんない。だから俺らが行くっていうのは珍しいパターンだもんね、ゲストをお招きするんじゃなくて。今まで話題に出た人が全員集まってんのあ、この番組で取り上げた人とか。いや、アンミカ、アンミカなんでダメなんだで怒られるつねえ、じゃあ行ってみましょうか。うん、行きましょう。いいのか、どうぞ。おら、出てるじゃん。これは入んない方がいいから。これは、いつまでやってんだよそういうこと昭和のことやんじゃないよ。隠そうとのものじゃないよね。俺今ちょっと一瞬は女の子誰だった、あんま見なかった。女の子は分かんなかった。あの緑の服着てたの分かんなかった。なら抜群と小坂は分かったけどさ、行くか。あ、来た来た、早く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 収録に来て何よ。は何よ、何よ、おめでとう。太田上田、あれ女の子絶対だよ。俺なっちゃう。そうなんです。俺なんでなっちゃう。ボキャブラ同窓会みたいな。そういうことか。誰か女芸人かと思って。いやいやいや、本当にそう思った。だからあの遠巻きで。どうも。でもボキャブラ同窓会っていうほど活躍はしてないよ、ボキャブラで。活躍してない方の人たち。いやいやいや、俺もそうだけど。してる方よ、してる方よ。今もしてない。いやいや、それを言ったらほら、うん、バレるやん。バレてる。バレてる。いいのいいの。バレてるの。ギリギリバレてないんだから。ギリギリバレてないのやめてよ。さかね、お前最近なんか緑髪集めてるらしいね。いや、なんでその情報知ってんすか。もう本当に至る方で、あ、ここにもいた。よし、ここにもいた。よし、ここにもいた。よし、こんなに溜まったな。よし、これを売ってお金にしてやる。いや、やってないですよ俺。いや、緑髪なんか集めてないですよ。誰も止めない。集めてない。もうちょい後半でお願いしますよ。これは今はやばいって。いきなり。しかもあの裏切るからさ、うん、あの自分のラジオの時はめっちゃ笑うんやけど、うん、今はあんまり笑わんかったらちょっと引いてんねん。ずるいよね。あれはずるい。収録やからね。ミスター TPO 編集されるから。もう TPO だから。なんだよミスター TPO。 ミスター TPO だから。受けたら笑う、受けなかったら笑わない。もうミスター TPO だから。いや、なっちゃうんだよ。なっちゃう。そうなんです、お久しぶりです。ねえ、どうしてたの。いや、なんか同窓会だって言うからいいんですか。ちょっとおしゃれしてきました今日。ちょっと浮いてますからね。そうですか。だからね、久しぶりの同窓会だからちょっとね。嬉しいよね。いやいやいや、小島さん本当お久しぶりだわ。なっちゃん昔さ、何年前かな、なんかラジオでさ、もうね、絶対この話するラジオでね、出てたんだよラジオ、 TBS でやってんじゃん俺ら。ほいで廊下でさ、こうやって歩いてたらなっちゃんの声が聞こえるから、あ、なっちゃんどっかでスタジオにいんのかなと思って、でしばらく廊下立ち止まって聞いてたの。そしたら司会者の人がさ、小島さん、いろいろな方とね共演してますけど、今まで一番絡みづらかった人は誰ですかって言ったら、それは間違いなく爆笑問題の太田さんですよ。間違いな。ここにいて聞いてんだ。いい加減にしろと思う。それ、ね、実際おっしゃったんですか。言いました。それやっぱボキャブラ時代の話ですか。いや、もうあなたのアナウンサー人生の中で絡んでくださいね。ずっとで、はい、人生のワースト。いや、ワーストというか、ワーストじゃない。いやいやいや、そういうことじゃなくて、もう本当にもうこう進めたいんですけどこっちに行くっていう、もうそういう時代。じゃあ本当にイライラしたこといっぱいあります。それをハンドリングするのがまあね、ね、ちょっと曲はなみたいなところあるので、まずもう楽しかったですよ。なっちゃん最近小鳥集めてるらしいじゃん。あ、そうなんですよ。こんな大きなの。いや、もうこんな大きなの着せて小鳥じゃねえよ。誰にでも言って。下手だな。小鳥つってこうやってるの。こんな大きな。大鳥だよ。それ大鳥じゃないですか。下手だなって注意するどうかちゃうね。あの人が振ってるのが間違ってるの。
嬉しくないですか。でも嬉しくないですか。嬉しいよね。このメンツで僕まで久しぶりですから。まあそうなんですね。あれ言ってくださいよ。今日のこのメンツで最年少俺ですからね。それすごいね。一番の若手。一番若手。自民党かお前ここ。50で一番の若手。もう一票入ってんだもんね。何やもう一票だ。うるせえよ。なっちゃんから見てさ、ピコ太郎の活躍とかどういう風に感じてた。いやそりゃもうあの時の、ね、あれ、まあ、別人ですけどね。別人だけど、まあ、プロデューサーですから、ね、プロデューサーなんですよ、ね、でもそこだけ知ってました。知ってますよ。だって人気だったですよね、うん、いや人気はなかった。人気はないですいや僕と上田さんと西尾さん人気なかったです。人気ない本当ですよ。あとブーマンの伊勢さん。いや、まあ、四天王ワースト四天王が嫌なくくりだよ。ガネさんとかはすごい人気あったけど、木村拓哉とな同じ髪型してな、抱かれたい系でなんか1位泰造、1位かなんか、2位ガネさんとかあったよね。いや2位がアズマックス で俺3位だったんですよ。そこら辺ね全然いいじゃないですか。いや一応よ。いやなんでお前だけ結婚式に来るやなくて。いや清掃ですよ清掃。だって小島さん知ってますと、俺はその場にいなかったんだけど、なんかこうどっか飲み屋でね、飲んでて、でお姉さんたちがこう横につくようなお店で飲んでて、で隣のテーブルにはね、まあもう絶頂の佐々木大魔神とかが飲んでる席があって、でガネさんがもうこれもんで飲んでて、フルーツ もシャンパンでも入れんかい、金ならあるわって、いや向こうの方があるわって大して持ってもいないのに、昇進のリスクで昇進の豪遊してた時期がな、当時財布の中に10万は入れてたんでね。少ないよ10万。10万までならいける。10万までならいける。シャンパン頼めるか10万で。そう10万入れてたんでね。でもだピコ太郎の活躍とかはもうすごいと思って見てたの。すごいと思って、ね、もうやっぱり才能を温めてたんだなと思いました、うん、あの時はまだちょっとこう温めてた時期だったんだと思いました。いやいや、はい、エンジンフル回転でしたよ。いやいやいや、あったらギア比がその1000対1だったわけで、1000回って1、1000回って1だったんで、ギア比の問題です。小島さんギア比の問題。いやいいよ、なんでギア比を押したいんだよ。これギア比の問題だ話で、絶頂を回したんだから。